そしてファイヤーマンズキャリー、リング中央、ドラゴンスリーパースカーエンド引き込んだ。どうだ、決めるか、マスターはダメか、動けないか、ここでギブアップです。TKG めっちゃ輝いてますね。内藤さん、俺らも IWGP タッグを取って TKG より輝きませんか。ニュージャパンワールドナウ、さあ 6.15 後楽園ホール大会終えたばかりです。はいはい、真壁刀義選手、はい、試合いかがでしたか。なんかね、今日はね、第一試合からやっぱりね、メインまで、あのね、目が離せない、すごいいい試合が多かったね。うん、だからね、なんていうかな、今のこういう時代だから会場に、ね、来れない人もいればさ、ね、来づらい人もいると思う。ただやっぱりね、これテレビでも見てもらいたいね。やっぱりね、プロレスってね、見続けることが大事でもあるし、その瞬間、見た瞬間、自分の心に火つくからね、これ間違いない。本当にこう元気を、ね、もらえるプロレスってすごく夢も与えてくれるなと思うんですが、うん、特に上村選手、そうね、辻選手の今日頑張ったよね、はい、うん、上村と辻、あのね、二人ともね、それぞれなんていうかな、違う、あの、なんていうか、自分の見せる部分があるんだけど、燃え上がる闘志ってね、やっぱりヤングライオン同じであるから、ものすごい勢いで攻めてくれたし、あの試合もものすごく満足する、俺がね、第三者の先輩として見る満足する試合ではあったけども、まだまだ荒削りで、もっともっと向上する、あの腕が彼にはね、持ってると思うから、さらにやっぱ修行だよね、うん、ただ前は返せなかった、うん、そうだね、うん、スリーカウントを入らせずに返すことができたり、だからそれがなんとか、ある意味本当に結果が出た、その部分が結果が出たっていう証拠なんじゃないかなと思うんだよね。だからあの、なんとかな、見てて、ああやられちゃったかっていうんじゃなくて、ものすごくね、お腹いっぱいになるぐらいよーしっていう、この握り拳の部分があったから、俺ちょっと満足してる。でもあったよね、うん、今日も全体的に熱くて、いろんな前哨戦だったんですが、 IWGP 世界ヘビーの高木選手、そして井口選手がリングで向かい合いましたね、うん、っていうかね、あいつら熱苦しいな、すごい、本当に、何でしょう、温度も湿度も、そう、本当にあのリングサイドこの辺さ、みんな汗すげえかいたからね、熱くて、あのね、暑さってね、本人たちが出せない、作り出せないもんだから、なんかね、今日はね、見ててすごく満足だね。タイトルマッチどこでいつでというのは分からないんですけれども、うん、はいはい、これから本当にさらに注目していかないといけません。もうこればっかりはさ、あのやつら2人がもうやつら2人の中でも決まっちゃってるんだよ。だからそれを会社、ファン、どういうとこからどういう全てを固めていくか、タイトルマッチに持っていくか、もうあいつらの中ではただリングで戦いを見せてるだけで、それは自然に決まっていくんじゃねえのかなって俺は思うんだよね。今日みたいなそのハイテンションのすごい試合を見せてったら間違いないよね、うん、もっと見たいというファンの、ね、皆さんの気持ちも高まると思いますし、ね、うん、IWGP タッグのベルトに挑戦したいという内藤選手、はいはい、佐野選手、うん、それに対する太一選手、うん、ジャック選手のこうどうなんと言いますか、こう最後のあのやり取りは何だったんだろうね。ずっとみんながこうサインするのしないのっていうのも、うん、でサインしちゃったんだけどさ、そのサインに何の効力があるのって何なのこれっていう、最終的にハテナがずっと動いてったんだけどさバーンって見せつけながら帰っていかれましたよね、うんうん、まあだからこれからそういう答えが何の何かしらの答えが出るのかなと思うんだよね。サインをもらったシーンもありますので、今日のアーカイブもぜひ皆さん見ていただきたいと思います、うんうん、そして 6.16 後楽園ホール大会では、うん、今度は上村選手が棚橋選手とシングルマッチを行いますね、うんうん、いいんじゃない。だからあのなんていうかな、2人ともあの新日本育ちもあるから、あのオーソドックスの攻め際を本当の危機迫るもの、それをね見せてくれると思うから、本当にこれ見ものではあると思うんだよね。こんな仕事ばっかやってんじゃねえの、この野郎、なんだこの野郎、お前うるせえ、ぶっ殺すぞお前この野郎。今太一選手が解説を終えた太一選手が帰ってきました、うん、っていうかね、あの一言に全てあいつなんかね不満なんだと思うよ、うん、なんかね自分の中で理解できないものがあったんだね、今リングの中で、だからね、なんつうの、人に当たるっていう、お前子供かお前、なんかこうチャンピオンとして挑戦してきてほしい気持ちをね、真壁選手も言っていましたけれども、どっちでもお前らもどこでもやってるから、道端でもやってるもんね。もしかしたら内藤選手、佐野選手、次戦うことに、そうだぜこの野郎、あるかもしれませんね。ちょっと予期せぬランニングもありましたけど辻選手は岡田選手と戦いますね、はいはい、うん、まあだからね、
辻もやっぱりね、岡田もね、やっぱりほら岡田が先輩として一時代を築いてる人間だから、その人間がその辻をどう痛めつけるか、それに反応して辻がどう歯向かうか、白星を取れるのか、そこみたいなね、大きな宿題でもあり、そこに何行き着くまでのあいつの燃え盛る炎みたいな、ね、うん、6月16日、コラペンホール大会、18時30分からワールドでの配信もあります。真壁選手も明日は久々だね。試合ですよ。約1年ぶりだよ。おい、俺、大丈夫か頑張るぜ。そんな姿も皆さん、ぜひご覧ください。よし。